例えばそれがあのシートの気密層であると、減圧法っていうのは、外の空気を引っ張り込むので、はい、室内側に気密層があると、空気で引っ張られると、はい、気密層が外れちゃうんですが、落ち着きが取れたり、テープが外れたりすると、通気量が増えちゃうと、その比例のラインに乗らなくなっちゃうので、エラーになっちゃうんですよ。だそういう意味では、3箇所よりもやっぱり圧力か、かけたところまでということで一応自動でやると5箇所、だから気密が悪いと5箇所取れないんですよ、そういうことなんですよ、圧力がかかんないから、かかんないんで、圧力かかると5等分で割れるんですけど、例えば50まで圧力かかれば、はい、極端に言えば10、20、30、40、50って取れるんですよ、20までになると、はい、5箇所取れないんで